ん、こんにちは。4代徳田祖吉女性ですが、徳田祖吉です。このチャンネルは石川県小松市にあります九谷焼、陶芸の一つを焼いております私4代の仕事の様子や日常についてお話をさせていただいております。私めこの春からずっと風鈴を作っておりました。この絶中にある絶というものも2200個納めさせていただきました。去年の夏頃からお話をいただいてほぼ1年やっとできました。昨日風鈴の箱と短冊紐などが多分入っていると思うんですよ。大阪から届きました。早速開けて組み立ててみたいと思います。組み立てた箱が来ちゃいました。これなんか空間もったいないような気がします。ごめんね。ではこれは何でしょう。これはこのままドバッときますね。ドバッと曲がりまった、曲がっちゃいまった、よかった。うわ重たいと思ったらこれ全部風鈴の箱でいったでは風鈴組み立ててみたいと思います。では風鈴をセットしてみたいと思います。風鈴の頭です。なる部分ゼツちゃんです。パーツです。ちっちゃいです。ひもちゃんです。短冊です。以上やってみます。ではどうすんだべ。あ、これ未来だだべ。結び目のある紐と風鈴を鳴らす部分絶と言いますを結びます。ん、結び目のある紐と口は切っときます。これをこうすればいいか。今でいいか、今でいいかな。そして短冊をくぐらせて結びます。できました。それからですよね、紐の反対側の風鈴の穴に通した後ストッパー、穴のあるプラスチックの付属、これかストッパー、あ、通るわ。取った。あれ？今度いい？違うね。ん？上に来てる。上に来とる。あ、先に重ねて。先にこっちか。すんません。先にこっち来？あ、本当や。通らんよ、このちっちゃな紐の反対側の端を風鈴の穴に通した後ストッパーの付属品にも通しますやって。これを切れっていうのはそういうことか。ハサミいる。あら、いいハサミ、かわいいハサミ出てきました。このプチプチを取ります。これが味噌だと思うんです。これで通らんかったら心配になるわ。あ、取った、一発や。これをピチッと揃えるのが味噌かも。
あら、取らんし。取らん。押し込んで。割れそう。あの、竹べら、竹串で。でもみんなこの竹串ないと思うけど。やってみた。あ？どうだ。痛い。一旦止める。止めるか。どうだ。うん。ペンチ持ってきました。力がいかにないかってことかな。でもさ、風鈴ってもっと逆通したんか、私逆に、うん、どうや逆通したんや。こっち大チョンボでした。はいなんか違うすいませんとか、すみません、ちょっと半年前にしてたんで間違えてしまいました。ちょっと違うね。えいっ、今度また抜けんかな。汗出てきたわ、今日暑いんでしょ。取れん。汗出てくるな。あ、取れた。間違えました。では、いっとる？待ってる、待ってる。反対やったみたい？うん、反対やった。ひたずつのここか。ここか。ここ？ここに通すんかな。この輪に通すんか。ここで結ぶんや。え、ここ 先っぽ出たとこで。ここに通すんやろ。違う違う。ここに通すんやろ。ここ。また。ほら。またこれがここで止まらんことになる。じゃあどうすればいいんだ。ん？絶がこう。組み方見とると。うん。この先っぽ分かれとるとこをここで結んでるわ。結んどる。うん、結びます。え、結びますか。ここで結ぶんや。え、落ちそう。先切ったしね。あっちゃー、ちっちゃい。頑張れ。別の糸にすっかな。どうぞ。2個目に挑戦。汗出てきた。結構暑いっすよね。結び目のある紐と風鈴を鳴らす。結び目の出た紐は切って、結び目から出た紐は切って。分からん。
これ爪長いしできなかったしかもね。結んでうまく結べなくて結局結んでもらいました。じゃあ切りますね。あら切れんハサミ大丈夫かな。こんな短くなった。いいか。大丈夫かな。大丈夫やろ。大丈夫。うん、引っ張って切れんかったら大丈夫。うん、で次ここか。そうです。頑張れ。汗出てきた。ファイト。ファイトってもんなこんなもん。なんか水いるかな。ちょっと水持ってきて。これ大丈夫かな。はい、ちょっと水入れました。もう紐がない。あ、スッと取った水したら。あ、あった。上げすぎ。ビーズが抜けんようにその上に結び目を一つ作った。ん？ビーズの上に結び目作って終わり。あ、そうなんや。うん、って書いてあるでしょ。そこ？うん。映っとる？そこや、その辺。うん。余裕あっても大丈夫。できました。ちょっと外に持ってきます。いかがでしたか。ようやく風鈴できました。この風鈴の音色と風情で少しでも涼しく感じていただければ嬉しいと思います。もう鳥の声とセミの声でちょっとまた次の動画でお目にかかりましょう。ではまた。ありがとうございます。お元気です。